はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、生ビール限定発売のアサヒのプレミアム熟成です。こちら、かなり俺好きなんですけど、ただこれ限定発売なんでね、まあ、非常に美味しいんですが、限定、まあ秋限定なのかな。こだわりの飲食店が認めたプレミアム、アルコール度数 5.5%。原材料がバクガートホップと米とコーン、バクガートホップと米とスターチです。目指したのは料理にそっと寄り添う生ビール。こだわりの素材、丁寧な仕込み、長期熟成。普段は飲食店しか味わうことのできない、深い味わいと上質な香りのプレミアム。これがね、結構高くて250円ぐらいしましたね。これすっげーうまいんだけど、まあうまい。すげえ。すげえうまいんだけどね。うん。すごい部屋がね、今ね、あの魚のね、海水のね、匂いというか、魚臭い。今、すっごい、干してるんで。今、魚をね、干物にしようと思って、干してるんですが、部屋の中が、恐ろしく臭いです。これ、完璧。あれ？なんか味変わった？あれ？そんなにうまくなくなったの？あれ？あれ？これ昔もっとうまかったんだけど。あら？なんか大したことない。大したことない感じになってる。くっさまじで。超くせえ。部屋の中臭すぎる。あれおかしいな。あれこんなに美味しくなかったっけ。あれもっとうまかったはずなんだけどな。おかしいな。こんなに美味しくなくなったのか。今年は外れですね。確か1年前ぐらいも飲んだ気がするけど、これは外れだな。ね、熟成が飲めるお酒、お酒言っちゃうわ。お店とかが、限られてるんですよね。なんかやけにアルコールくせえな。なんかやけにアルコールくせえぞ。あれ？こんなにアルコール臭かったっけ？やけにアルコール臭くなったな。ちなみにこちらは、334ml の瓶と 500ml の瓶、633cc のでかい、大瓶は売ってないみたいです。で、あとは、350の缶と、500の缶ですね。あれ？なんかおかしいな。缶は、セブン&アイグループの限定商品になりますと。おかしい。こんなにまずいわけ。あれ？嘘？こんなにまずかったっけ？こんなにまずかったっけ？やけにまずいぞ。おかしい。嘘！やけにアルコール臭くなってる。なにこれ。すげえまずくなってない。おかしいな。こんなにまずかったか。苦味は、
ほとんどないですね。で、なんかその代わりにアルコール臭さがやけに出ちゃってる。おかしいなぁ。こんなにまずかったはずないんだけどな。おかしい。こんなにアルコール臭い商品じゃないぞ。なかったはずだぞ。おかしい。おかしい。バカな、そんなバカな、おかしい、これはちょっとおかしいな。これだったら俺の飲まなくていいぜ。あれ、こんな味変わったっけ。変わったっけと言っても実際あの、まあわかんない。変わったんかもしんない。おかしい。こんなにまずかったはずないのに。またまずくなったか。劣化したか、お前。エビスみたいにしれっと劣化するのか。しれっと劣化してるパターン。おかしいなぁ。こんなに。コクもまるきりないもんね。コクもまるっきりないもんね。もうなんだこれって感じ。こんなにまずい。こんなになんか、ビールなんだけどこれ、って。コクないの？こんなになんかコクがなくなってる？おかしい。これはおかしい。数年前に飲んだ時はもっとうまかった、絶対。これ、朝日の野郎、あれだな。手抜きやがったな。くそ、手抜きやがったな。さては。やろう。またまずくなったのかな？あれなのかな？どうなんだろう？多分、あれだよね。やっぱ、気候とかによってビールの、ほら、麦芽とか、気候でほら、味変わったりするじゃん。だから今年は不作なのかもわかんない。その可能性はある。今年はちょっと、不作でしたみたいな。これ美味しくないですね。今年は実に外れだな、これ。あれなんじゃない？熱帯、最近の異常気象で、まずくなったんちゃう？こんなにまずかったら俺買わねえ。うまいって思わないもんだって。これは。こんなん、あれだよ。ゴミ化すレベルよ。これダメだ、これ。ダメだ、これ。苦味もろくにしねえし、コクもまるっきりしない。まるっきり薄い。もうなんか、薄いビールって感じ。これダメだな、こんなの。こんなのでお前プレミアム熟成とか言って、お前250円以上したんだぞ、これ、バカが。なんだよ、これ。おい。おい。これなんだよ、このまずさは。実に腹が立つ。実に。腹が立つなぁ。なんでこんなまずくなったんだ。
とにかく薄いですね。コクがまるっきり感じられない。これほど薄いのに何が熟成なのか、朝日社員お前ら、見とけよマジで。いい加減にせよ。朝日さん。お前やっぱあれだな、スーパードライだけ作ってりゃいいんじゃない？お前はスーパードライだけ作ってりゃいいんじゃないか。もはやそのレベルだよね。こんなにまずいビール、プレミアム熟成とかって言うてさ、販売してるのお前ら、あれだろ。恥ずかしいと思わんのかねって。コクない。コクが、まるきり感じられない。甘みは、まあ普通。香りもろくに感じられない。これダメだね、これ。ゴミ。こんなの二度と買いたく、二度と、今年は外れなのかもしんないけど。わかんないですけどね。はい、1322、ご視聴ありがとうございました。